今週のゲストさんなんですが、ティルタ・カシャーヤというですね、お教室を、やっていらっしゃる石戸節子さんでいらっしゃいはい、まこす。よんろしくお願いばんは。します。はい、よろしくお願いはしい。ます。アメリカンフラワーアーティストのナオタンさんのね、ご紹はい。介ということで、はい。はい。またこう、石戸さんもまたいろんなことをやられてるという。そうですはね。い。はい、いろいろやらせてもらってます。もうね、初耳ばっかりなんですよね、もう。そうですよね。ちょっとマニはい。アックなことが多いので。はい。林先生も初耳学なんじゃないですか、これ、もう結構。どうなんですかね。そうなんですよ。アートクレイシルバーですか？はアートい。クレイシルバーに、まあ、アメリカンフラワーね。アメリカンフラワーはこの前知りました、僕はね。はい。い。はい。はい。で、ボタニーペインティングですか？はボタニーい。ボペタインティニーペインティングっングですね。ていうのもやってます。はい。で、耳つぼはわかるんですけど、耳つぼ音叉ですか？これは。音叉です。耳つぼ音叉っていうものなんですけど。は耳い。つぼわかるんですけど、耳つぼ音叉がまずわからないっていうことですね。そうですよね。はい。まあ、耳つぼジュエリーは、まあ、ちょっと想像はつきます。ね、はい。はい。当然耳つぼを抑えてくれるジュエリーなんでしょうから。そうですね。はい、そうです。はい。はい。またさ、アロマタッチもちょっとなんか、いかがわしいのか、いかがわしくないのかがわからないっていう。そかのもしく辺ないが、です。いかがわしくない。はい。なるほどですね。はい。はい。まあ、ちょっとこれ一つ一つ。で、それを総合的に、まあ、要は石本さんはもうマスターされていて、で、そのマスターされている、その、好きでやられてることをそのままそのいろんな方にこう提供するというか、ノウハウを提供する。そうですコースね。として、ティルタ・カシャーヤ。はい、そうはい。です。はい。どこの言葉でしょうか？ですね、もともとアートクレイシルバーのお教室だけをやっていたんですけれども、私、バリが大好きで、いろんなところに行ったりとかしてたんですけど、サンスクリット語の、聖なるとかっていうのがカシャ、あ、ティルタっていう意味なんですけど、もう造語でなんかこう降ってきた感じで、なんかいい響きだなっていう感じで、お教室名を何にしようかなっていう時に、ティルタカシャーヤってつけようと思って、なんかここから始まる愛がこう広がるよみたいなイメージでつけたお教室名で、本当に私の造語なんで、そういう言そう。葉は多分存在してないです。なるほど。まあ、もし、多分飲酒、なんていうんですか、飲食店というかね、そういうところにあると、まあ、僕の中ではトルティーヤを想像しちゃうというかですね、そうですね。はい、ティルタカシーヤ、ティルティーヤみたいな感じなんで、ちょっと挟んでる感じのイメージはあるんですけみんど、ながなんだろうって、なんだかよくわかんないなっていうところからこう、なんなの？みたいな感じでいろいろやっていってる感じですね。なるほどですね。はい。そんな石戸さんなんですけども、こういった活動というのは、そのアートクレインシルバーの、活動からがスタートだったんですか？そうですね。2004年に、それも趣味で、シルバーのアクセサリーをよく作っていたんですけれども、せっかく作るんだったら、インストラクターの資格を取って、もともと私、石巻市の出身なんですが、千葉にお嫁に来るときに、じゃあ資格を取っていったらって先生が勧めてくださったのがきっかけで、じゃあ取りましょうって言って、取って、自宅で、まあ、細々とこう、シルバーの教室やっていたのが、最初、もともと、それだけしかやっていませんでした。逆に。それは何年ぐらい前の話なんですか？それはね、2004年にシルバーの資格を取ったので、すごい前ですそうね。ですね。もそうですね。もうだいぶベ20テ年ラン前、な10感年じ。前、そうですよね、今21年。そうですね。17年ですか？ 17 そう年。ですね。そんなになりますね。今、自分でもびっくりしました。はい。いやそうー、ですなんね。でそ、え、そんなあれ、シルバーに興味を持ってたってことは、まあ、はい。要は、その、ね、今、ちょっといくつかわからないんですけども、まあ、何かこう、ちょっと、こう、なんていうんですか、じゃらじゃらしたアクセサリーつけて、こう、練り歩くみたいなのが好きだったんですか？っていうか、私、ダイビングが大好きで、沖縄の海とかよくね、潜ってたんですよ。で、それこそ、イルカのリングを指につけて、ちょっと潜るみたいな、そういう感じで、シルバーが、こう、ジュエリーが好きだなっていうので、自分で作れたら楽しいのになっていうところから、シルバーは好きになりました。そうなんだ。はい。そうなんです。アートクレイシルバー、言葉として本当初めてに。聞きましたけどそうですか。もう、そんなね。に長いんです。そうな人んです。口というか、どれぐらいいるんですか、人口。でも先生方もかなりいらっしゃるので、もうカルキュラムがあるので、13作品を作って試験を出してっていうと、もうインストラクターの資格が取れちゃうので、だいぶ
もう17年の間にたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、あのその良さというか魅力というのはどういったところにあるの？やっぱりオリジナルのその人にしかないものしかやっぱり作れないので、はい、でもいろいろ研究して、そうですね、はい、その人に手作りでこうプレゼントしたり自分用にしたり、うん、あのいろいろ夢が広がる感じですかね。言うてもシルバーなわけだから普通の粘土とは違うんですよね、はい、あ、そうです、銀の粘土なんです。それが、はい、あの普通の銀の粘土を、うん、あの好きな形にして乾かして、はい、それを800度で5分あの電気炉釜で焼くと、はい、あの銀になるんですね。それを一生懸命こう磨いていくとピッカピカになっていくので、本当にその輝く瞬間がみんなもう感動で、はい、じゃあ最初は柔らかいんだ。そうです、本当に粘土です。あ、はい、本当の粘土なんだけど焼くとシルバーの感じになるで輝いて出てくるっていう、え、それ不思議な、不思議な、シルバーで銀の粘土なので、銀の粉末とバインダーって言って、はい、糊と水でできてる銀の粘土なんです。へ、はい、初めて知りました。そうなんです、そうなんです。それを乾かして水分を飛ばして、はい、全部水分飛ばしてこう焼くと、はい、銀だけが 99.9% ほぼ純銀の粘土になるので。あ、それは化学反応かなんかですか？火が入ることによって銀がシルバーの要素が増えるみたいな感じなんですか？あ、水分飛ばす感じですよね。飛ばして、はい、もともと銀の、そうです、もともと粉末が 99.9% の、 あの純銀になるようにもう粘土が作られてますので。そのアートクレイシルバーを、始める敷居の高さとかいうのはどのぐらいのもんなんですか？いや、あの本当にあの手軽にできるんですけど、はい、私あのよく東急ハンズさん、今ねコロナでやってないですけど、ハンズさんの店頭でよく実演でやる感じのお仕事とかもやらせていただいてて、あのそうなんです。でお子さんが例えばちょっとなんか作りたいって言って、よくやるのが葉っぱの裏に葉脈があるじゃないですか。あります、ね、葉っぱのあれをあの銀粘土にペタンってくっつけて、はい、ちょっとローラーで跡をつけて、うん、で葉っぱを剥がして焼くっていう、それをペンダントにするっていうのができたりとか、はいはい、本当に気軽にあのできちゃうんです。彫金だとちょっとカンカン叩いたりとか、うん、なんかちょっと難しいのがあるんですけど、粘土ってこう自由な形に作れるので、うんうんうん、本当に敷居は多分普通の彫金よりは全然低い感じから始められます。え、じゃあアートクレイシルバーでアクセサリーとして販売されているものって世の中にいっぱいあるんですか？実は。あ、たくさんあります、たくさんあります。はい、あ、そうなんだ。男性の方というかでもごっついの作ったりとか。あります、ね、本当にもう、はい、そうですね、あといぶしてちょっと黒っぽくかっこいい感じにしたりとかして作ったり、はいはいはい、もうその自分でこう気軽にできるところが本当に楽しいと思います。いや確かになんかそれはちょっと、はい、あの今聞いただけでもなんか魅力伝わってきます。ちょっとやってみたいと思いますよね。自分のアクセサリー作れるっていいじゃないですか、すごい、ね、そうなんです、そうなんです。いや、めちゃくちゃいいっすよね。なんか下手ななんか市販品で、うん、あの、はい、有名ブランド品の模倣品みたいな、クローブハーツの模倣とか、はい、そんなもの考えたら自分のオリジナルの方が全然いいじゃないですか、なんか、はい、そうなんですよ。なんか削って塊を作って削ったりとかもできますし、あと今型もね、すごく昔私が撮った時は全然型とかはなかったんですけど、今シリコンですごい型がいっぱい売っているので、なんかそれにただ押し付けるだけで、なんかこれ本当に私が作ったのみたいなものができたりとかするので、あ、なるほど、改良されてるんですね、面白いですね。そうなんです、そうなんです。なるほど。いや、なんかすごい分かります、分かります。それはなんか魅力あるなっていうのは本当に感じますね。なるほど、そこから始まったわけですね。どうなんです、それしかやってなかったです。あれしかやってなかった、すごいですね。もともと石戸さんはあの、はい、もともと石巻にいらっしゃった頃っていうのはどういうことをされていたんですか？はい、石巻にいた時は普通にあの会社員だったり、はい、特にあの何か人に何か教えたりっていうことは全然していなかったので、はい、で趣味でただアクセサリー作りたいなみたいな感じで、はい、最初はあのー石巻って、石巻って東北ですね。そうです、宮城県の石巻市です。はい、そうです。で、はい、沖縄によくダイビングに行ったりしてたんですか？行ってました、そうですね。はい、いろんなところに行ってました。はい、あ、そうですか。ダイビングがやっぱり、でも、いや、美しいものというのがやっぱもともと好きだったんですか？
あ、そうですね。なんか綺麗だなっていうのがやっぱり好きでしたね。ああ、なんか本当に女性らしくてね、本当になんか。ああ、そうなんだ、そうですか。じゃあ、結局じゃあ、アートクレアニメをやった、クレアニメじゃない、アートクレアニメ、シルバーね。はい。やり始めたときは、その自分が見てきた、はい、吸収してきた感性ってのはやっぱり全部形にしてきたって感じですか、この10年。そうですね、いろんなものをやっぱり作りましたね。あ、そうですか。はい。なるほど、いや、すごいですね。で、そこから、はい、今度、そのアメリカンフラワーとか、ボタニーペインティングなんかに進んでいったって感じですか。はいはい、そうですね、私の一番今いろんなことをやってるきっかけになったのは実は震災がきっかけだったんですけれども、やっぱりね、皆さんご存知の通り大変な状況だったじゃないですか、はいはい、で私なんかはやっぱり石巻も被害が ひどかったので、しばらく、はいはい、家族とも連絡が取れないっていう日が何日も続いたりとか、はいはいはい、本当にいろんなことがあったんですけど、その時に一生懸命いろいろなんかやりたいって思っていても自分のシルバーの資格って何にも役に立たないなって思ったのがきっかけなんです。もうやめちゃおうみたいな感じで思ったことが、それこそトラックの運転手でもできたら私いろんな物資運べたのにとか、こうそうですね、究極こう生きる意味じゃないですけれども、何のために私はね今ここに生きてるんだろうぐらいいろんなことを考えて、それがきっかけで最終的に例えばなんか応援に現地に行ったとしても、うん、結局は自分が応援されて帰ってくるっていうことの繰り返しの中で、うん、自分ができることってなんだろうって思ったら、なんか好きなこととか得意なこととかを、うんうん、なんか楽しく誰かに伝えられたりとか、あとちょっとこういうのやってみたらって言われたことを何でもやってみようって思ったのがきっかけで、うんうん、それからそうですね、いろいろやるようになったので、私は本当に震災をきっかけに、うん、こう生きる質とか生きる意味とか、はい、そういうのがすごくカラッと変わった感じなんですよね。なるほどね。逆に言うとそれまではどんな感じだったんですか、はい、それまではなんとなくなんか本当になんとなく楽しいことをやってはいたはいたんですけど、はいはいはい、そんなに何かをこう一生懸命本気になって一生懸命やるっていうほどでもなかったと思います。あ、なるほどね、それまでは。ああ、そうかそうかそうか。まあそうだよな、確かに。そうなんですよ。そういうね、本当にきっかけではありましたよね、うんうん、確かに、うん。なるほど。本当に大きなきっかけでした。ああ、そうかそうか。そうですね。なるほど。最初のそうですね、アートクレイシルバーの次に何か始めたのは。耳つぼジュエリーだったんですけど、はい、その今でも忘れないんですけど、それは、うん、3月11日にたまたまそのジュエリーの資格を取る講座の日を見つけて、はいはい、私3月11日が来るのが本当に怖かったんですよ、はい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 、なんかちょっとずつ立ち直ってきたのがまたその時の気持ちに戻されるんじゃないかみたいなのが結構あって、でその日1日講習があったら何もテレビも見ないし、なんか集中してできるからいいかもしれないと思って、うんうん、こう受けたのが最初がそう耳つぼジュエリーでした。一日中やって資格を取って、うん、なんかジュエリー耳をマッサージしたり、あとツボにこうジュエリーを貼ったりして、うん、誰かをこう癒すっていうことを始めたら、なんかそれもいいなと思って、ものづくりと人を癒すっていうセラピスト的なものにも両方こう進んでいった感じでした、はい、なるほどなるほど、はい、そうか、なるほど、そうなんです、自分の可能性を広げたっていう、ま、そうなんですよ、もう大変でした、本当に大変だったし、悲しみも苦しみもいろんなこと味わいましたけど、はいはいはい、でもあれがなかったら今の私はないので、なんか本当に、まあね、うん、そうなんですね、言い方ですけど、そのね、亡くなった方の分ね、やっぱり、ね、そうですね、多くいろんなことを、ね、生かしていくとかね、たくさんのこと、はい、うん、自分も経験したし、いろんなことを経験してほしいしみたいな気持ちが本当に強くなったので、うん、だから本当に今何やなんか本当は自分でも分かんないんですけど、はいはいはい、でもなんか、うん、はい、まあでもそのベースがまあアートクレイシルバーから始まって、その耳つぼジュエリーに耳つぼジュエリーに関してもやっぱりそのアートクレイの、はい、要素っていうのは多少あるんですか、そのそこから作っていくんですか、耳つぼのジュエリーまた別で作るんですか。それをね、全然別で本当に別で、はい、でも耳つぼを始めたのも、うん、生徒さんがやっぱり根詰めてこういろいろ作るので、はい、肩こりとか、はい、やっぱり頭痛とか腰痛を持ってる生徒さんが多かったんですね、はい、で私自身も根詰めてこうやるので、はい、肩こりはあって、
はあ、たまたま貼った時にすごくなんか買ったところには取れてすごい良かったです、はい、でじゃあ先輩にこう一緒に乾かしてる時間の間耳つぼやってあげるよなんて言いながらこうやってたら、はい、すごく良かったの でそのうち先生なんか取ってきてよみたいに始まり、はい、その3月で自由につけたのでじゃあ行ってくるわみたいな感じで資格を取りに行った感じですね。やっぱり、まあ、つながりはちょっとなんかきっかけはやっぱりねありました。そうですね、てかあの耳つぼで肩こり取れるんですか？あのチタンの粒がついてるんですけど、はい、それをこう貼っておくだけなんですけど、はい、あのそうですね、全然貼ってる時と貼ってない時では違うので、はい、一番分かりやすいのが貼ってて取れちゃって、あなんかやっぱり効いてたのかもしれないなみたいな感じの人が多いです。あ、はい、あのピッペ歴版のなんかかっこいいバージョンみたいな感じですか？あなんかまあそういうイメージですか。ツボをいつも刺激してくれてるっていうそういうイメージです、はい、繋がってるんでしょうねやっぱりね。そうですね、うん、で耳ツボ音叉、はい、は何ですか？耳つぼ音叉っていうのはそれをまたバージョンアップさせた感じで、はいはい、音叉ってあの楽器をチューニングする普通の音叉がありますよね、はいはいはい、あれにちょっと耳の針をちょっとつけたものがあって、はい、それをこう耳に当てていく振動、音叉の振動をこう体に要は伝えるみたいなものなんですけど、はいはいはい、それももともとジュエリーを貼ってた、うん、生徒さんが結構あの、はい、もうキラキラが貼れない仕事に就いちゃったからなんかないって言われて、なんかないかなって検索して見つけたのがその音叉っていうやつです。貼らなくてもいいものを見つけたからじゃ習ってくるねみたいな感じで、はい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 、広がったものですね。なるほど、もう先生は先生でいなきゃいけないですね、はい、とにかくなんか言えば何でもやってくれるみたいな言えば何でもやってくれるって思われたかもしれない。そうか、先生に、あそうだな、うん、先生は勝手に知識を私の代わりに吸収してくれる、来てくれる人よみたいな存在なんかそういうところはあるかもしれない。私の先生から行ってきてみたいな。であの先生からの教え方うまいから先生から教わったから早いからみたいな。そあでもそれはあるかもしれない、うん、なんか初めての人とね耳こう見せ合ったりとか恥ずかしいから先生からだったら習いたいみたいな方も多かったので、なんかその気持ちも、ね、はいはいはい、その気持ちも分かるので、はいはいはい、じゃあ行ってくれよみたいな感じで、はい、ああそういうタイプのね行き先でも、はい、どうなんですか、多いんですかそういう女性っていうのは。え結構そうですね、やっぱり なんていうんですかそういうのって内弁慶というか、そのやっぱり一人の一回も馴染んだ人以外となかなかみたいな、はい、結構クローズなドな人って日本人だからかな、多い日本そう、うん、結構まあいらっしゃるような気も、まあ、でも私がやっちゃったらそういう人が集まっちゃうのかもしれないですけど、結構かもしれないです、はい、だって石戸さんも見るからに行動力の塊じゃないですか。でもそうですね、もう思い立ったらすぐ行動みたいな感じ、なんかこう、ね、やっぱりこうなんだかのがやっぱ使命感をしっかり持ってね、なんかあそうですねされてるじゃないですか、はい、そうですね、うん、そういった使命感というのはどうなんですか。例えばその、ご家庭のご教育の賜物だったのか、もともとなんかこう環境とかその育った環境なのか、どういったところがそういった使命感みたいな、うん、なんでしょうね。でも周りの皆さんのおかげな気はします。あのもともとというよりは、はい、皆さん出会った皆さんからこういろんな影響を受けながら、そういう生き方素敵ねとか、なんか私もそうなってみたいとか、やっぱりそういう憧れだったりとか、 あとは刺激し合えるこういい仲間たちがこうたくさんいたりとか、そうですね、なるほど。それこそ震災でやっぱり同級生たちと久しぶりに会ったりとかして、うん、はい、やっぱりお互い頑張ろうねって言って、いろんなところでやっぱり活躍ね、うん、皆さんしてるので、なんかもう同じように頑張ろうってやっぱりこうもらえるのが原動力というか、はい、じゃ あ, あの例えば学生時代なんかは、はい、どういった部活動とかはされてたんですか？私ハンドボールやってました。あやっぱりスポーツやったな。やっぱアスリート職ちょっとアスリート手もでかいです、こんなん、うん、手も大きいです。アスリートの匂いしました。アスリートのチームワーク感もなんかすごい感じたし。そうなんですね、はい、ハンドボールもめちゃくちゃやってました。楽しかったです。あ、はい、あそうですか。今でもじゃあボールはやっぱりこうたまにこう持つと、いやもうねなんかないので持ってないですけど、はいはいはい、ちょっとたまにやりたいなとか思う時はありますね。あそうですか、なるほど、はいはい、はいはい、
うんうんね、ちなみに僕もね、あの42歳から今43なんですけど、4ヶ月前にですね、はい、はい、草野球を始めまして、30年。あ、そうなんですか、はい、はい。はい。始めまして、僕、あの草野球チャンネルの YouTube やってますんでね。あ、そうなんですね。はい、それこそいろいろやられているのは同じですね。もう毎日やってますよ。毎日やってます。はい、それはいいですね。はい。もう今から青春というかね。はい。うん、そんなこともやってますけども。そうですか。やっぱりね、ちょっとやっぱそういう、もともとこう多分ね、精神がお強いんですよね。すごくね。うん。どうなんでしょうね。うん、自分では弱いのかなってずっと思ってた時もありましたけど、でもやっぱり、やっぱりどん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 、ね、あのチームワークを経験してる方ってすごい強いですよね、やっぱね。ああ、はい、でも、うん、それはあるかもしれないですね。そうですね。だから多分その多分先生受けてきてって言ったら、あ、私がこの役割だなって言ってるんですよ。そうやっちゃうんですよ。そうなんです。すぐ探してあるかなとか言って探して。あ、これは私の役割でね、私のポジションみたいな感じになっちゃったんで、そこに対して何の抵抗も持ってないっていうところを、ね、感じたんで、そうかもしれない。はい、なるほど。じゃあこれからの、じゃあその石戸さんの活動の、まあその展望というかですね、今後どういったことを、まあ、はい、まあ最終的にもいいですし、こうこれから直近でどういうこと、こういうことやっていくんだっていうのはもう決まってらっしゃるんですか？そうですね、もう今いろいろねやってはいるんですけど、どれもやっぱり皆さん楽しく生徒さんだったり通っていただいてるので、うん、少しでももう世の中がね、はい、今こんな時だから明るく元気になるように、はい、もう楽しさを伝えていったりとか、はい、なんかそういうのをもう毎日当たり前のことは当たり前にもう過ごしていくのが私の夢でもあるので、なるほど、なんかそれを、はい、変わらずやっていきたいっていうことですね。なるほどですね。あの、ちなみに石戸さんは、はい、あの、例えばインターネット、はい、SNS とかでそのご自身の活動を発信されたりはしてるんですか？はい、Facebook とか、Instagram とかは一応、うん、なんかやったりはしてるんですけど、なかなかその更新するね、うん、大変になってきちゃって、じゃあたまに忘れた頃にパンって上がるみたいな感じでやってはいます。はい、そうなんです。なるほど。はい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 。まあ、ぜひ僕もね、TikTok と YouTube ね、やってるんですけど、あ、そうなんですね。はい、たったの、本当に何ヶ月間かでもね、すごいアクセス増えましたよ、はい、実際に。あ、そうなんですね。まだそこは全然、まだ全然いけてないところなんですけど。はい、すごい簡単なんで、スマホでパパンってできちゃうんで、1分とか、もう何秒とかでもいいんですよ。だから、それこそさっき僕ちょっとクレイアニメって言いましたけど、はい、アートクレイシルバーアニメとかでもいいと思うんですよ。ちょっとした動き。でもそうですね。ちょっとこうやってこうやってこうやるとね、作れるんだよみたいなのがあると分かりやすくていいと思います。ちょっとやるだけ。で、型にはめて、はい、できたみたいな感じでもいいと思うんで、やっぱりその SNS を使うと、そのより多くの方に、やっぱりその石戸さんの活動っていうのを知っていただけるっていうのはすごいメリットが大きいので、結構 TikTok なんかすごく簡単なんで、そうなんですね、はい、最初やり始めはね、みんな抵抗あるんですけど、やり続けるとですね、どうでもいい動画でもいいんで、何でもいいんでやると、評価もどうでもいい、はい、自分の写真でも何でもいいんで、それをやり続けるとですね、ちゃんとね、見てくれてる人絶対出てくるんで、あ、そうなんですね、はい、ぜひぜひ広めていただきたいなと。はい、なんか言われたことはすぐやってみるタイプなので、ちょっと頑張ってみよう。TikTok なんて若者のダンス動画だと、ダンスコンテンツだと思ってたんですけど、はい、やり始めたらですね、ちゃんとアンチから大体アンチがアンチじゃなくなってくるっていうことがね、はい、やっと体験できてるんで。はい、そうなんですね。はい、ちょっとまだ、ね。下手くそな、例えばバッティングとか、下手くそな趣味とかをあえて載せるんですよ。はい、で、それに対してみんなコメントしてくるんですよ。こうした方がいいよ。あ、そうなんですね。こうした方がいいよって。もっとこうした方がいいよとかって言ってくれたりとか、そういう、なんていうんですか、完成されたものじゃなくていいんですよね。みんな言いたいですよ、なんか。っていうのが分かる。なるほど。そう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 。はい、やり続けるといろいろ分かるんで、ぜひ、はい。わかりました。使命感と多分リンクすると思うんで。わかりました。ちょっと楽しみですね。はい。一つ注意点としては、アートクレイシルバーとアメリカンフラワーを同時に同じチャンネルで立ち上げちゃダメです。あ、なるほど。一個。そう、全部別のチャンネルにしてください。まあ、それぞれ全部できるように考えながらやります。大変ですけど。どっちかっつったら多分一番分かりやすいのは耳つぼだと思うんで、耳つぼとかここをこうやってここにつけるんだよとか、そういうハウツー系になるんで、そうすると多分結構アクセス取れると思うんで、はい、分かりました。アクセサリーも売れると思うんですよね、バンバン。確かに、はい、ぜひやってください。はい、分かりました。また、はい、ぜひちょっとゲストさんもまたご紹介いただきつつですね、はい、はい、ぜひ、はい、
はい、ありがとうございます。ちょっといろいろまだね、お話全然聞き足りないんですけども。あ、そうですね、まだ行ってないところまで、はい、またぜひ呼んでください。はい、もう、はい、2ヶ月に1回ぐらい出てください。ありがとうございます、はい、ということで、すみません、今回の、ゲストさんはフィルタカシャーヤを、運営されてます石戸節子さんでよろしいですね。はい、そうです。節子さんで、はい、いらっしゃいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しかったです、はい、ありがとうございます。